今回アテナのクロス金色ですね。いいですね。こちらマニュアルでございますね。僕ですね、今回初めて EX の素体をね取り扱います。え、全然違うね、大きさ。髪の毛すごいね、ボリュームね。ボサ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 っていうさ、こういう顔パーツもありますし、左側を向いている顔パーツもありますし、熱く燃やせ奇跡を起こせ。こんにちは、ハヤトマンです。本日紹介するフィギュアはこちらではございません。前回のシャカのフィギュアレビューの時に、次回はこちらのフィギュアをレビューしたいと思いますって言ったんですが、大変申し訳ございません、これではなくてこちらのフィギュアでございます。2021年5月29日発売のフィギュアでございます。これね、多分アップできるのが5月30日とか31日とか、あるいは6月1日だと思いますんで、今僕が撮影してるのも発売日の日なんですよ。急遽こちらのフィギュアに差し替えでございます。よろしくお願いいたします。シャイナとカシオスをね楽しみにしていた方々は大変申し訳ございません。メーカーはいつものようにバンダイですね。商品名がセイントセイヤ、セイントクロスマイス EX、 ペガサスセイヤ、最終ブロンズクロスというものでございます。僕のフィギュアレビューで EX は初めてですね。ここね、ここに書いてますね、 EX って書いてますよね。 EX のフィギュアはいくつか持ってはいるんですけども、実は一回もねちゃんと組み立てたこととかないんですよ。全部未開封で置いてあるだけなんですよ。今年の4月に発売されました、このこれね、シュラのリバイバル版とかね、これも EX ですよね。こっち EX って書いてますよね。で持ってるんですけどね、まだ開けてもいないんですよね。シュラがね、茶番とセイヤに出てきた時に登場もこれでやろうかなと思っておりました。あとはね、アイオロスとかゴッドクロスをいくつか持ってますね。今回はこれ旧型のセイントクロスマイス側のペガサスセイヤ最終ブロンズクロスも用意しております。ですから今回は初めて無印のクロスマイスと EX を比べるという動画にもなると思います。まずはね、箱を見ていきましょうか。はい、これ右上にね値段載ってますよ。税込み9900円って書いてますね。あー高いね、高かった。うん、でもねもうしょうがないですよ。こちらね、冥王ハーデス12級編って書いてますね。箱を向かって左側はオブジェ形態が載ってますね。右側はセイヤのファイティングポーズですね。裏はこんな感じ。おお、かっこいい、ペガサス流星剣やってる。EX のいいところはこれですよ。ここ顔の表情パーツがね5個も入ってる。あー素晴らしいね。無印はねよく言って2個とか3個だったんでね、これ5個入ってるってのが素晴らしいですよね。アテナのクロス、手のひらサイズのアテナのクロスもね付属してますんで、これ全て過去の無印の方とね比べてみたいと思います。こちらが無印の方のクロスマイスの方ですね。ちゃんとねもうすでにこれ持ってますけどね。でね、僕これそもそもこれ自体も2個持ってるんですよ。2つ持ってる理由っていうのは、こんな風に飾るのと、あとオブジェ形態として元から飾っときたいんですよね、こんな風にね。じゃあこれの素体はどうしてるのっていうのが、いつものプロレス技をかけてもらってるこいつですよ。はい、せいやくんね、いつもプロレス技かけてもらってるせいやくんはこいつの素体でございますね。このオブジェ形態の素体をいつもね利用させてもらっております。いつもありがとうね、せいやくんね。そしてさらにさらにですね、無印の方はアペンディックスというものも出ました。そのアペンディックスというものがこちらでございます。これですね、セイントクロスマイスアペンディックスペガサスセイヤ最終ブロンズクロスって書いてますね。こちらは2007年に発売してますね。顔の表情パーツがね純正のやつと違うわけですよ。胸像として飾ることもできますし、この顔のパーツを本体につけて飾るということもできるということですね。この間のシャカとかアイオリアとかと一緒ですよ。これはね箱を捨てないで置いてありました。でパカッと中を開けるとねこんな感じなんですよ。セイヤのプロフィールが載っているのとフィギュアたちもあるということですね。でもね今回はメインはこっちじゃなくてねこっちですから、クロスマイスはね今ちょっとどうでもいいんでね、 EX をね触っていきたいと思います。それではね早速開封していきたいと思います。マニュアルが入ってますね。 EX のマニュアル初めてだな。
フラケースが3つ入ってましたね。素体が入ってるものとボディのパーツたち。手がいっぱい入ってるね。すごい。そしてオブジェ形態の素体ですね。今回アテナのクロス金色ですね。いいですね。セイヤね、今回の表情どんなかなって思ったんですけど、割といい感じかな。でもね、ちょっとね、個人的にあんまり顔は好みじゃないかな。顔が4つ入ってる、いい、最高だね。これね、4個入ってて本体と合わせて5種類ですね。いいですね。はい、ではですね、マニュアルも見ていきたいと思います。こちらマニュアルでございますね。 EX 裏はこうなってますね。開けてみますよ。ドドーン。ほー、 EX のマニュアルも初めて見ましたけど、こんな感じなんですね。3枚開きか。おー、なるほど、違うね今までと。へー、まずはオブジェ形態に組んでいって、その後セイヤに装着していきたいと思います。あー、こんな風になってんのね。ではこのプラケースの中を取り出して、オブジェ形態を組んだ後はいつものようにまたオブジェ形態からクロスを外してセイヤに装着させるということをやっていきたいと思います。にゃーんって言われた。はい、僕ですね、今回初めて EX の素体をね取り扱います。僕の感覚で言ったらですね、無印のやつよりもなんか硬いですね。関節が硬くてね、いい感じですよ。大きさってちょっと変わるのかな。さあ比べてみたいと思います。え、全然違うね大きさ。はあ、変わってるね。ちょっとね、竹内力、なんかお久しぶりですね竹内さん。竹内力と比べた時に1、2、3、3.5 竹打ちぐらいなのかな。でもこっち4竹打ちありますよね。1、2、3、4 4.2 竹打ちぐらいあるよな。だいぶ変わってるね。僕はね、顔はこっちの方が好きなんですよ。こっちの方がセイヤっぽい感じしますけどね、僕的にはね。これとかもうもはや一気みたいな顔してるよな。あ、目が違うか。髪の毛すごいね、ボリュームね。ボサ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 っていうさ、ブオーって感じになってますよね。僕ね、実はこの EX のここがあんまり好きじゃないんですよね。この脇の部分、このね、ここ何これ気持ち悪いって思ってて、だってこんな体してないじゃないですか人間って。こんなここ細すぎるでしょみたいなね。それがちょっとね、最初許せなくて、EX って素体あんまりだよなってね思ってたんですけど、まだこっちの方が自然じゃないですか。こっちのこのフィギュアの方がね、自然じゃないですか、まだね。でもね、クロスをつけた時のプロポーションはやっぱこっち全然違うんですよね。ですから EX 側も集めてしまうということになっちゃいました。はぁ、あ、お金がいくらあっても足りないね。はい、それではね、早速オブジェ形態を組んでいきたいと思います。はい、オブジェ形態の素体ですね、これにどんどんクロスをつけていくという感じですね。やっていきましょうか。頭ね、これが取れるん。あ、すごい、そうなんだ。はい、完成しました。最終ブロンズクロスのオブジェ形態ですね。それではね、旧作と比べてみましょう。旧作はね、こんな感じですね。羽の角度が、もうこっちはグラングランになってんな。旧作はね、この角度変えきれるんでね、自分で。比べてみたとき、どっちがいいかなっていう感じですけど、パッと見はあまり変わらない感じしますね。あ、でもこの辺とか全然違いますね。こっちの方がなんかいい感じはしますね。これが古くてちょっとね、メンテナンスもそんなにしてないんで、もう汚くなってますけどね。ちょっと洗わないといけないな。なるほどね。どっちも悪くはないですね。はい、こうするといつものパターンになりますね。それではですね、クロスを分解してセイヤにつけていきたいと思います。前右足、前左足が差し替えがちゃんとくぼみがついていて、これを刺そうとしても間違えないようになってますね。くぼみがないの分かりますかね。このくぼみがこっち側にはないの分かりますよね。ですから右側に左側を入れようとしても入らないんですよ、縦になってて。おー、なるほどね。まあ横にできるのかな。
こんな人はダメですよね。右足左足とかがね、間違えないようになってますね。固定されてますね。素晴らしい。はい、それではね、せいやにクロスをつけていきたいと思います。まあ、いつものように足からやっていきましょうかね。見えますかね、四つ穴がありますね。まあ当たり前ですけど初版ですね。まあ穴じゃないんですけどね、書いてあるだけなんですけど、ね、最終クロスですね。装着させてみました。それではね、ちょっと拡大して見ていきましょうか。なんか顔が丸い感じしますね。表情パーツがね、いっぱい入ってるんですけど、この怒ってる感じのこれもいいですよね。これに付け替えてみたいと思います。はい、他にはね、顔の表情パーツはこんな感じですね。こういう顔パーツもありますし、これね、左側を向いている顔パーツもありますし、ちょっと笑ってる顔もありますね。これかっこいいな。無表情よりはちょっとかっこいいですね、こっちの方がね。うん、僕はこれが一番お気に入りですね。ペガサス流星拳ってやってるみたいでね、かっこいいですよ。はい、それではですね、過去のクロスマイスとちょっと比べてみたいと思います。過去のクロスマイス、こっちの方ですね。プロポーションがダントツに変わりましたね。頭身が上がってるというか、こっちかっこいいね。あー、こんなに変わるか。ちょっとね、アテナの像も見てみましょうか。クロスマイス版のアテナの像、こんな感じで、今回の EX のアテナの像、こんな感じですね。金色になってますね。見えてるかな。見えてますよね。身長も若干こっちが高いですね。アテナの盾少し斜めになってんな、角度が。これもだいぶ変えてきましたね。心臓系ですね、ちゃんと。ちなみに竹内力さんの顔このぐらいですね。アテナのクロスはね、0.6 竹内といったところですね。こっちはね、0.5 竹内ぐらいかな。表情を比べてみましょうか。っていうかね、ちょっと羽邪魔なんでね、撮りましょうね。どうなんだろうな。クロスの形状自体は一緒なんですけども、少し大型化されてますんでね、こっちの方が迫力はありますね。ただ別にこれでもね、あんまり変わらない感じはしますよ、個人的にはね。これが出来上がった時点でだいぶ完成度高かったと思います。強いて言えばやっぱ素体ですよ。素体の差が出てますよ、こういうところとかね、ありますけども、僕はよっぽど好きじゃなかったら2つはいらんかなって感じもしますね。僕はよっぽど好きなんで EX の方も買いましたけどね。これ1万円出すんだったら、多分ね、これ5000円以下で今売ってると思うんですよ。わからないですよ、相場を調べたことがないんでわからないんですけども、これ5000円以下で売ってると思うんで、お金を節約って考えたとしても別にこれ悪くないですからね。過去のクロスマイスの方ね、全然悪くないですよ、これはこれでね。それでは本日は2021年の5月29日発売ですね、セイントセイヤセイントクロスマイス EX ペガサスセイヤ最終ブロンズクロス
のフィギュアレビューでございました。次回は前回の約束通りシャイナとカシオスのフィギュアレビューでございます。それでは最後まで動画を見ていただきましてどうもありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。おまけも見てね。Stop!